鬼が出るか矢が出るか二の足踏んで陸に縁命惜しむにあらざれど胸においし蔵の蔵之助か。はあ、満州赤穂の浪人大石蔵之助にござります。またの名を池田久右衛門とも言う。ご配備の栄によくし恐悦至極に存じ奉ります。よくぞ参った。さ、近う近う。出羽の神様にはご機嫌を。出羽の神にあらず、美濃の神義康じゃ。ほ、こたび上様より堅い皆を賜り義康となった。わかるか、吉を保つじゃ。ご無礼をつかまつりました。中身は変わらんがの。おめでとうございます。さて蔵之助、今日のわしは大老でもなく蕎麦用人でもない。義康という男が蔵之助という男と腹を割って話したいと思うがどうじゃ。ありがたき幸せ。ならばここでの話は二人だけの腹の内に収めること。口外は一切無用のこと。それでよいか。しかと肝に銘じまする。執着じゃ、もそっと近う。そちも存じておろう。江戸府内では老いも若きも赤穂の浪人がいつキラを打つのかとその話で持ちきりじゃ。下々の者は仇討ちが好きでの。武士は武士で槍一筋の浅野がこのまま引き下がるはずはないと。このまま引き下がっては武士の風上にも置けぬ大いに笑うてやろうと手ぐすねを引いておる。困りましたな。そちも困ろうが公儀も困る。光助の助はもっと困る。そこでどうする蔵之助。かくなる上は何が何でもキラの首を取らねばなるまい。主君の仇を討たねば何を言われるかわからん。そちの存念やいかに。いや仇討ちなどもってのほか妄想考えておりまする。腹を割って話すと申したぞ。恐れながら仇討ちには大義名分が肝要にござります。大義名分とな。刀を抜いて切りつけたのは浅野匠の神、切られたのは吉良光助之助殿にござります。ならば主君の仇を討つべきは吉良方にござりましょう。なるほど。主君が打ち損じたがゆえ家臣がこれにとどめを刺さんと欲するは仇討ちにあらず追い打ちにござそうらわずや。一理ある。我が殿に切腹を命じ死に至らしめたるはご公儀にほかならず吉良殿ではござりませる。ならばいっそ挙兵に及び江戸城に討ち入るか。それともご公儀を司る柳沢義康の首を取るか。恐れながら比理法賢天なる教えがござります。すなわち非道の上に道理がござり、道理の上には法がござります。悪法といえども法は法。その法を曲げたり変えたり自在に操るのが権力にございます。たとえご公儀の御召喚が
道理に外れようとも万民はこれに従わねばなりません。権力の上には天があるぞ。は。天の声はしばしば民の声となって現れる。ほう。町の衆が吉良上野介を憎み、罵詈雑言に及ぶは、ご政道の正しからざるを憤ってのことにあらずや。当代は生類憐れみの礼、金銀改鋳の不手際など民の不満は募る一方じゃ。されど面と向かってお上に立てつくわけにはいかん。イライラがたまったところに殿中人情の騒ぎが起きた。吉良上野介は命拾いの上お構いなし。お上の意向を傘に来た格好の悪役じゃ。それいけやれいけ仇を討て。公儀への不満がすり替わって当面の敵は上野介じゃ。これは恐れ入ったる仰せかな。何もかもお見通しですな。おだてるな。ぶしつけながら、ご政道に過ちあらばなぜお改めにならぬのでしょうか。痛いところをついてきたな。わしは宮塚への身ぞ。と申しますと。上様のお口から出たお言葉は大老といえども変えられんのだ。直ちに切腹を申しつけん。憎きは茶の匠の神。母親も大層おいけんだった。打ち首に血を通せであった。話を戻すぞ。赤穂の老子は吉良を打つのか打たんのか。その疑問も偽りを申すな。本心にござります。ならば尋ねる。百人もの同志を募り生死決判に及んだるは何のためか。もとより浅野家再興の嘆願を続けんがためにございます。浅野家の再興はないものと惚れよ。少なくとも綱吉公ご存命中はありえん。その上で今一度尋ねる。吉良を打つのか打たんのか。それながら柳沢様はそれがしに吉良を打てと。打てとは言わぬが打つなとも言わぬ。大義名分が立ちません。大義名分は町の声じゃ。町の声は天の声なるぞ。見事首を取れば江戸御府内ではやんやの喝采じゃ。赤穂浪士の人気は嫌が上にも高まる。ご公儀はご公儀で民の不満の矛先を交わせる。小うるさい戸様大名の口封じにも役立つ。お互い好都合ではないか。寒いな、ここは。もし吉良を打つならば来年の4月以降にせえ。それまでは構えてことを起こしてはならん。その心は。例のごとく3月には餓死伝達の勅使が下校する。こたびは化粧院様に11位叙任の伝達が行われる。11位。親孝行の綱吉公が朝廷に働きかけたのだ。将軍でさえ生前は小2位ぞ。ご存命のご生母が11位とは破格の待遇に他ならん。その前に不祥事が起きれば晴れの叙任に傷がつく。上様は烈火のごとくお怒り遊ばす。
今一つことを起こすならば、他の大名家を巻き込んではならん。赤穂の浪士だけでやれ。やるとは申しておりません。やれと言うてもおらん。いや、積もった。つかぬことを伺いますが。まあ、飲め。恐れ入ります。次期将軍様は紀州様でしょうか、甲州様でしょうか。そんなことはわからん。おそらく甲州様でしょう。なぜだ。紀州様にこだわるのは桂昌院様お一人でございます。でも桂昌院様は御年77にあらせられます。先が短いということか。恐れ多いことながら。なぜ桂昌院様は紀州様を。申し上げてもようござりますか。かまん、蔵之助とは簡単相照らす仲じゃ。桂昌院様は甲州様のご生母と犬猿の中にござりました。もともと桂昌院様は八百屋のお姫様でございますから。八百屋のお姫様。それを見下されて若い頃は髪の毛をつかんで引きずり回されたこともございました。恨み骨髄の桂昌院様が甲州様を毛嫌いなさるのはようわかりますが。それで読めました。生類憐れみの霊で鳥や魚を禁じるのは八百屋を儲けさせるためですな。くだらんことを申すな。首が飛ぶぞ。